はい、おはようございます塚原農園です今日は白菜を植えたいと思います、はい、今日定食するのがこちら今日60日白菜になります普通の白菜と比べるとちょっと小ぶりのタイプの白菜になります強日という白菜東方後輩さんの白菜は、えー、ここ数年の気温高温が続いている環境の中でも 比較的順調に栽培ができる品種として私も好んで作付けをしておりますはい、3週間経つとこんなに大きくなりますね、えー、まだ雨が、えー、ここ数日ちょこっと定期的に降っているということで、えー、今日は苗を植えたいと思うんですけれどもまだまだ夏が,夏が気温が、えー、ちょっとは高いですね 30度も下回もるかなと思っていたんですがやっぱりまだ9月に入ったばかりで気温も35度と平日、まあえー、日中結構気温が高くなりますがいろんな資材を使って草をなるべく早かさないようなマルチをしたり。 また高温によって、えー、苗が焼けてしまわないように、えー、白黒マルチを使ったり寒冷茶を使ったりいろんな工夫をしてやってみてはいかがでしょうか、はい、それではまずこちらですね、えー、今こちら映しているものはシルバータイプの寒冷茶が、えー、かけてある状態なんですけどここへにも白菜を前もって定食をしておきましたこれもで前回の動画で白菜という再生リストの方に 定食の仕方などを載せておりますのでお時間ありましたらご覧くださいでこちらの方は早めにですね定食をしましたもう白菜を栽培するような時期ではなかったようなとても早い時期8月中にですねとても暑かった45度と日中気温が高くなる時に植え付けたんですけれども本当に苦労しましたね ようやく雨がまとまった雨が降ったんですが約1か月間もう8月まるまる1か月雨が降らない環境の中でなんとかですね、活着して、えー、停職してから、まあ、1週間から10日しましたので、まあ今日はそろそろこちらを外したいと思うんですけれどもまた台風が発生しておりますので、えー、どうしようか迷って次第でございますがいつまでもかけておくわけにはいきませんので活着したのであればこれを外していきます。 とりあえず植え付け前にこのような環境で育てた場合、どのようになったかということでお見せしたいと思うんですけれども、ちょっと外してみましょう。今年はですね、びっこしゃっこになってますね。はい。どうでしょうか。じゃじゃーん。はい。こんな感じです。あ、いいですね。いい感じに活着してます。ただやっぱりこの北側と南側で生育に差が出てますね。それだけ今年は環境が えー、白菜にとっては、えー、厳しい環境だったと、えー、ブロッコリーやキャベツの葉っぱと違いまして、えー、白菜というものはとても葉っぱが柔らかいです、えー、レタスと同じぐらいですね最初の苗は苗の状態だと葉っぱがとても薄いので、えー、路地で乾燥しているところに植えつけたりすると、えー、枯れてしまうことがあります、えー まあここまで雨が降ってしまえばマルチを使わなくても十分ですね栽培ができますし雑草が気になる方はマルチをしていただく必要があるんですがまあもうそろそろ黒マルチで栽培をしてもいいかもしれませんただ気温がちょっとはまだですね35度とこちら茨城県北関東小鹿市なんですけれども気温が35度とまだ1週間先続いております まあこんな環境の中で今畑の地面が真っ黒に水分があるので湿っておりますけれどもこれがまあどうなるかとうーんこの先の天気をです、ね、読むというものは、えー、ここ数年の温暖化にではちょっと難しいかもしれませんのでマルチをする場合は、まあ、やっぱ白黒マルチがまだいいと思います。ほんとここは微妙ななラインなんですね でも白黒マルチでやっておけば間違いはありませんでこれが一気に寒くなったからといって白黒マルチだったからダメになってしまったとかということはないと思いますで逆に黒マルチの場合は高温になりすぎてしまって植えたはいいけれども23日したら日照りが続いて枯れてしまうということも時にはありますのでその辺は地域の気候に合わせて栽培をするようにしてください ただ、えー、天気予報などでお住まいの地域が35度と予報が出ていてで晴れの日です、ね、曇りが全くないような日が1週間ぐらい続く場合、えー、黒マルチでは間違いなく枯れてしまいますので、えー、気をつけてください,、はい。それではこちらの、あその前によく拡大して見てみましょうか、まあ、ちょっとめくれ、ここいいですね、はい、こんな感じです、じゃーん、きれいですね。 いい感じですね、はい、こちらは遮光、えー、ネット上にかけておりましたので、えー、害虫粉が青虫の成、ま、虫ですねなどが飛,ば飛んできて中に入ることができなかったので卵を産みつけることができなかったとだから虫食い一つありませんねやっぱり家庭菜園の方はこのような遮光ネットや寒冷舎 もしくは防虫ネットなどを使うのはやっぱり効果がいいですね。大きさ的には今こんな感じです。ジャン。約35センチぐらい今展開しております、はい。いい感じです。これ4畳でやっていますが、えー、これも同じような感じで、えー、今日もやっていきます、はい。いや、涼しい風が吹いてますね。これ台風の影響ですね。 でこちなみにこちらの品種なんですけれども定食前に申し訳ございませんがこちらは8月1日に種まきをして、えー、それから苗を育苗して、えー、1週間前に今日から数えて1週間から10日前に定食をした CR お気に入りという白菜になりますこれはネコブ病に強い CR という品種うあの記号なんですね CR というのはネコブ病に抵抗性があるうよという 証拠なんですけれどもこういったものを使うのもおすすめですはいそれではこちらに定食をですねしていきましょう定食をする前はこちら育苗箱もしくはポットなどで、えー、種まきをして苗を育てている方は定食前にたっぷりと朝一回水を与えてください植え付け前、えー、直前とかではなくて、えー、朝例えば まあ今夕方とかに植える方がいいと思うんですけれども植え付けが例えば朝の8時ごろに植え付けたいと思う場合には朝7時ごろまでに水を与えておくといいです1時間ぐらいかけてたっぷりとこの苗に水を吸わせるんですね根っこから与えてすぐにえこの水が葉っぱの方まで行き渡るというのは時間がかかりますので1時間ぐらいえかけてえけ 水を吸収させてあげるといいでしょうは,い、では今日はですねこちらの強襲流60日白菜なんですけれども株間を広めていただいて、えー、結構大きくさせるというやり方もあるんですけれどもまだ白菜をですね、えー、一般的な。 スーパーなどで販売されているような白菜で育てるにはちょっと時期がほんのわずかに早いんですね。今はミニ白菜などの早取りタイプになります。もう今定食するとこれ60日白菜なので種まきから数えて逆算してもですねだいたい10月の中下旬にはもう収穫ができてしまうので 白菜といえばやっぱり11月12月が節だと思うんですけれどもちょうど寒くなりだした頃に白菜が食べたくなるという方が多いです直売所などでですね12月頃が一番植えるわけなんですけれどもやっぱりそのような時期に家庭菜の方も植えつけていただければ一番いいとは思うんですが今回はこのミニ白菜タイプとしてやらせていただきますので、はい、こちらに。 前前回定食をしたお気に入り白菜の続きの畝、はい、が余っておりますのでこっちへですね定食したいと思いますちょっと雑草が入ってきてますねあこれはあれですねメロンを栽培していたスイカを栽培していた畝跡に畝を作りましたのでこぼれ種が出てますねこれはメロンですねはいそれではこちら まず白黒マルチ、三角加工さんの KO マルチというものに私は、えー、今回定食させていただきます。でこのマルチ長さは、貼る前の一本の長さ、横の幅ですね、幅が1 3 5センチになります。で4畳穴が開いているんですね。1、2、3、4と4つ穴が開いております。この穴の一つの大きさがだいたい7、8センチぐらいですね。で間隔としては この目目とののこの上間が2 7ンチだったかなでこの株間がここの株とこちらの株の間のこの株間これが3 0ンチだったかなだったと思いますこれが千鳥状にこうジグザグジグザグ,ジグザグと千鳥タイプに穴が開いているのがいいですね、はい、でこの帝加工さんの KO マルチというものなんですけれどもこの KO というものは アブラムシアザミウマなどが、えー、この白菜などにつくわけなんですけどそれが飛んできた場合光が乱反射してアブラムシが上下が分からなくなって飛べなくなってしまうというような成分、まあ、シルバーのものだとは思うんですけどこう白マルチに見えるかもしれませんがこ私も見た感じ真っ白にしか見えないんですけれどもこの KO というのはえー まあ、ノックアウトボクシングで言えばノックアウトという意味なんですけれどもそのアブラムシをノックアウトさせるというような、えー、ことなんですねとおっしゃってました、えー、これがアブラムシが嫌いな、えー、銀色のタイプの素材が練り込まれているかもう一枚重ねてあるかどうかわかりませんけれども、まあ、そのような加工がしてあるということです白黒マルチといっても 印字がないものの安いタイプで、えー、ただの地温を抑制させるコストが安くて、えー、そのようなものもありますし、まあ、このようなアブラムシも害虫が比較的つきづらいような、えー、マルチとかいろいろあります、はい、それではこちら、えー、白菜を定食していきましょう、はい、苗を引き抜いて根鉢がきちんと回っているのを選んでですね植えていきましょうで植える時は人差し指ですね 穴を開けていただきます、はい、で植える時なんですがここの株元から出ているここ下に子供の葉っぱがハート型の子供の葉っぱが出てますね可愛い,いのが2つ子子供の葉っぱですこの株元から出ている子葉のこの付け,付け根ですね灰木何ていうんですかね出ているところこの際のところまで、えー、埋めてください。はい、ここへ穴へ落とし込みます これはポットの大きさによって根鉢の大きさも違いますのでそのポットの根鉢の大きさに合わせて穴を開けるようにしてください前回はこちらでかい方でやりましたね今回はこちらセルトレイでやっておりますのでちょっとちっちゃめです、はい、こうや落としていきますで植え付ける時はだいたいある程度こうジグザグになっているところですねこうっ穴を開けていただいて どどんどんこうやって植えていきましょうまあ、薬剤を使う方は必要に応じて薬剤を使うようにしてくださいまた違う動画で薬剤など、えー、細かいことはですねご紹介し,したいと思います薬剤も使う方と使わない方とひとそそずえいますので今日は植え方の紹介ということで、えー、やらせていただきますただ植えると言ってますねたただだ植えただけで、えー、ちょっと さすがに高温でですね枯らしてしまうことが一番難しいのでまずは病害虫よりもいかに日差しと乾燥から、えー、守ってあげるということがまず肝心ですねということもありましてこのマルチと遮光、えー、ネットについては軽くご紹介させていただきました、はい、いつもですね動画が長いとですねお叱りの声をいただいてですね申し訳ございません、はい、それではこちら植えつけたところにですねただこのままじゃだめなんですね はい、日中暑いですよね、いくら白黒のえ木陰マルチとはいえ、ここが高温になります、で、え時折風が吹いたときに、他のところから入ってきた空気の熱く熱せられたものが、ここから出てくるんですね、そうすると、ここが当たると、植えつけたばかりはとても柔らかいので、熱風で、えここは傷んで、焼けてしまうことがあります。で、このままですと、こう倒れちゃいますよね、どちらかに。 で倒れた時にこの葉っぱがマルチにべたっとくっついている状態が続くと、えー、これが枯れてしまいます表面はやっぱり熱いです、はい、そうならないためにもこのマルチの肩にあるこの土柔らかく耕したばかりの土を、ね、株元周りにぐるっとマルチの穴を塞ぐような感覚でイメージで、えー、土をですねこう寄せていきますで指でキュッとですね押してください軽くでいいです これで上にも立ち上がってますのでこれ以上もう土が押さえつけておりますので日中植えつけたばかりはどうしてもですね、まあ、朝8時に植えた場合お昼頃にはおそらくこれべったりとぐたっとしてると思いますこれはしょうがないです白菜などはそのようになりますそしてまた夕方になれば、えー、ピーンと葉っぱが持ち直してきますで朝夜から朝にかけて夜露によってこれがまた水分を吸収して ピーンとなってくるわけですねそれは肩の土を取り出して両側にたっぷりとですね土を寄せていきましょうもうだいぶまた日が昇ってきて暑くなってきましたキュッとですねこんな感じで。 であまり成長点をですね、土で埋めないようにしましょう。にししまょ成長点を土で埋めてしまうと枯れてしまいますのでこの中心ですねちょうど分岐しているところここは埋めないようにしてください、はいえー、とりあえずこんなような感じで、えー、土を持って、えー、上にピンと立ち上げせておくんですね立ち上がらせておくことによってこれは日中ぐたっとしても、えー、ペタッとマルチにつかず、えー、高温から守ることが、えー、できます 植え付け自体はとても楽なんですけれどもやっぱここまだ気温が高いので家庭菜園の方で、えー、マルチを使って雑草を抑制させたいと多少なりとも雑草を取る手間を省きたいという目的でマルチを使う方でしたらちょっと気温の高温による日焼け、えー、また地温が高くなってしまうのが一番問題ですね。 ちょっとその辺の管理が本当まだ難しい今年はいつまでも暑さが続いておりますので、えー、定期的に雨がちょっと降るようにはなりましたがこれもまだ、まあ、台風の影響もあるだけだと思いますこれが今台風10号だと思うんですけれども台風が過ぎ去った後また、えー、高温がですね続くと思いますで、そのような環境の場合があるようでしたら まあ植えた後心配でしたら、まあ、このように支柱をところどころ 1m 間隔ぐらいに立てていただいてこのような遮光ネットもしくは寒冷舎などを使ってやるといいですねそれをするだけでも十分う違うと思います全く全然違いますねで朝植えつけた後当日もたっぷりとこの苗の株元に水を与えてくださいでその後上に ネットを使った、えー、場合だとしても朝1回たっぷりと水を与えてくださいで活着するまでは夕方もたっぷりと水を与えてくださいもう表に出せば土地の心配はないと思います朝晩朝夕ですね1回お勤めされている方で夕方できないぞという方は夜になっても大丈夫です水を与える作業ですねこのようにしてやってみてはいかがでしょうか 私としてはおすすめなのはこのシルバータイプの遮光ネットなんですけれども、ま、地域によっては販売されていないものもありますので、ま、黒の寒冷車、えー、などでも遮光、えー、ネットかですねいろいろ使ってみてはいかがでしょうか寒冷車といってもいろんな色があるんですね黒いタイプもありますのでそういったものも使うのもおすすめですでもちろん白いタイプでも、えー、十分栽培は可能です あとこの遮光ネット私が今日、えー、外しましたけれども比較的曇りの日に外すのがいいです一気にですね雨が降った後のカンカン照りが続くような時に外してしまうと今まで遮光していて順調に育って,てはいいけれども強い日差しが今度一気に当たるようになるとそのストレスによって成長が一時的にストップしてしまうことがありますのでできれば 曇りの日もしくは雨の日に外すのがおすすめですで少しずつ慣らしていくとでまだ外してもちょっとまずいなと思えば一応ですねまたかけ直していただくとかいうふうに工夫をしてくださいそれほど今年は本当に栽培が難しくなってます、まあ、地域によってはですね、まあ、山間部などなど、まあ、北海道東北などはもう白菜をですね栽培するにはギリギリのラインだと思います あまりにも遅すぎても活着はしませんした後でも成長はしませんので結球が遅れて結球しない場合がありますのでその地域に合わせた栽培スタイルでやってみてはいかがでしょうかこちらの大根も大きくなりましたね後で動画の方でこちらも栽培をご紹介したいと思います順調です見てくださいやっぱり白黒マルチで大根栽培するのはすごく綺麗ですね 生生ききとしますはいこんな感じですはいということで、えー、今日はこちら白菜を使って定食を、えー、ご紹介をさせていただきましたまた遮光ネット寒冷舎などの必要性マルチの必要性なども簡単にですがご説明させていただきましたもう苗が仕上がっていて植えたいんだけれどもちょっと高温で心配だと で動画の方でまだ説明不足によってわからないことなどありましたらコメントをお待ちしておりますはい今日の動画がいいと思われる方は高評価ボタンをまたチャンネル登録をよろしくお願いいたしますいつもご視聴いただきありがとうございますまたよろしくお願いします